虫の意味は次の通りである。もともと象形文字の虫が刺したもの虫という漢字の由来は蛇をかたどった象形文字で本来は蛇、特にマムシに代表される毒を持った蛇を刺した。読みは木であって虫とは明確に異なる文字や概念であった。虫という漢字は元は人間を含めてすべての生物、生きとし生きるものを示す文字、概念であり、 こちらが、本来、中と読む文字である。古文書においては、羽虫、毛虫、鱗虫、スケけ虫、裸虫などという表現が登場する。しかし、かなり早い時期から、画数の多い虫の略字として、虫が使われるようになり、本来別次元の虫と混用される過程で、虫本来の生物全般を指す意味合いは、失われていき、発音ももっぱら。 中途されるようになり、意味合いも本来の虫と婚化して、ヘビ類ないし、それよりも小さい小動物に対して用いる文字へと変化していった。竜に関しても虫編を用いる漢字が参見される。水地、水冷とも呼ばれる、新、虹という表現も用いられるなどといった表記が代表的なものである。ただ、竜に関する文字については、 架空の生物として虫の意を付与した虫片を用いているのか、蛇の真珠化として虫の意を付与した虫片を用いているのかは見解が分かれる。もともと山和言葉の虫がどんな範囲を指したのかについては、はっきりしたことは分かっていない。山和言葉の虫と中国から何度もトライする虫などの文字、概念が重層的に融合したのでなかなか一筋縄では、 把握できない。マムシマムシという表現が古くからあるので、中国の漢字の虫同様にヘビ類が虫の中の虫という捉え方があったことはわかる。人の腹の中に住むと信じられた虫さん、シカバネ日本では三しカバネの虫というものの存在が信じられた。これは中国の道教に由来する行進進行。人間の体内には三種類の虫がいて、 更新の日に眠りにつくと、この三つの虫が体から抜け出して天井に上がり、直近にその人物が行った悪行を天帝に、報告、天帝はその罪状に応じてその人物の寿命を制限短縮するという信仰が古来からあり、更新の夜には皆が集って賑やかに雑談し決して眠らず、三死カバネの虫を体外に出さないという更新行が各地で盛んに行われた。人々は、 人の体内に虫がいると信じそれが様々なことを引き起こすという考えを抱いていたのである。結果として次のような表現が日本語に定着している。昆虫類現在では虫の定義は曖昧なところがある。ほとんどの人が昆虫、蜘蛛、デ、ダで団子虫などを虫に含める。また、昆虫の幼虫である芋虫やウチム虫も含む。また、虫には ミミズなどのいわゆるゼンムも含むことがある。ナメクジやデンデンムシとも呼ばれるカタツムリなどの陸外、タニシも虫の範疇に入れられることがある。ヘビはナガムシと呼ばれることがある。今も分類学において、小さな動物で虫の名を与えられているものは多い。例えば虫のオニオミであるチュウを与えられた例も多い。単細胞生物の運動性のあるもの、つまり、 原生動物でもゾウリムシラッパムシなどがある。いずれにしても、節足動物の陸生を主体とする分類群が中心となる。貝の種類を表す漢字には、虫編のものが多い。学術用語の爬虫類は、種の多い代表的な爬虫類であるトカゲ類をイメージして、ハムシ類として命名されたものである。古代から近世日本で存在が信じられた。 人の体内に住む虫という考え方に基づいた表現はすでに紹介したが他にも次のような表現も用いられている。嫌な人という意味で使うこともある。何かに熱中する人のことを、の虫ということもある。本の虫など。ABCDE 工事園第4版、虫、虫。ハット ABCDEF 工事園第6版、虫、虫。岩下とし虫漫なら、古典に見る。 日本人の新章春風社2004年 P10 木村典子、古装日本語の融合構造平凡社2003年ピアニッシモ、253から254あたり岩波国語辞典第3版 P815 ナブ1978年発行岩波書店開中ありがとうございます